妹よ、今日も元気に戦車に乗って遊ぼう。わかったよお姉ちゃん。今日乗る戦車は、ソ連のティアナナプレミアム重戦車。金網強化版 IS-23 こと、IS-2 シールディドさんだね。うむ。マップはオーバーロード、マッチングはティアナナから9の、ボトムマッチングだね。それじゃあ初動は、とりあえず東の小道で戦っちゃうとしようか。了解だよお姉ちゃん。味方さんの初動も、かなり東寄りだね。うむ。このマップ、東半分を取り切れれば、そう簡単に負けないから、悪くない初動だよね。ただ、問題はここから先、敵陣側にどうやって進軍するかだね。そうだねお姉ちゃん。特に先陣を切るのは、かなりハードだもんね。うむ。正直ボトム重戦車さんには、荷が重い役割なんだよね。とはいえ、あんまりまったりしててもあれだし、徐々に進軍してみようか。了解だよお姉ちゃん。と、左の軽戦車さんが動いてくれたね。これは合わせて進軍開始だね。うむ。そしてナイススポット軽戦車さんだね。ナイスショット大妹よ。そしてナイス撃破だ味方さんだね。右側には、コブラさんとポーランドさんがいるみたいだね。うむ。スポットが切れてるってことは軽戦車さんも見えてないだろうから、まずは正面のチリちゃんを倒して、それからコブラさんたちの順番でお相手したいね。そうだねお姉ちゃん。むう、これはまずいね。軽戦車さんがコブラさんにいじめられてるね。あわう。急ぎフォローに向かうねお姉ちゃん。うむ。ナイスショット大妹よ。今の地面への着弾エフェクト、どうやらコブラさんは HEAT だったっぽだね。そして思いっきり撤退しているところを見ると、断層内空っぽの可能性も高いね。きっとそうだねお姉ちゃん。コブラさんの断層交換時間は、すごく長いもんね。うむ。むう、なんて微妙な見え方。あわう。ナイス撃破だ味方さんだね。そしたらリロードを待って私たちはなんか、マップ外周から敵陣に向けて進軍しちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。いる可能性のある敵としては、自走さんと、軽戦車さんを倒した SU-130PM さん。あと最終スポットのある敵軽戦車さんかな？おそらくそのラインナップだろうね。とっとと、危ない危ない、よそ見してる場合じゃなかったね。本当だねお姉ちゃん。反撃に向かっちゃうね。でも、ついついコブラさん撃ちたくなっちゃうよね。あわう。さて、今日の自走さんは隠蔽悪悪なソ連製だし、そろそろ見えてくる頃合いかな？多分ここの坂を登れば、発見できそうだよね。よしよし、自走さんを発見だね。ナイス撃破大妹よ。むう、別の自走さんか。今日の私たちは、金網バリアで守られているのですよ。ってね。あわう。思いっきり被弾しちゃったねお姉ちゃん。くう、SU-130PM さんか。とりあえず軽くじらしてから、カニメパワーで索敵と言っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。向こうとしても、きっと中央方面の方が気になるもんね。だね。そしてそろそろいいかな？よしよし、発見だね。111メートルとは、かなり近かったね。本当だねお姉ちゃん。さすが SU-130PM さんって感じの隠蔽だよね。うむ。ただどういうわけかこちらは見つからなかったっぽだし、そこはちょっとラッキーだったね。と、今度は T25 ハーフさんか。このまま一気に接近して、うちに行っちゃうね。うむ。む、うちに来そうだね。あわう。外れちゃったよお姉ちゃん。どんまい大妹よ。とはいえこちらも弾いたし、今のは脳幹だね。そして左のチェコさん、あの威力は榴弾かな？これは急がないと取られちゃいそうだね。あわう。間に合わなかったねお姉ちゃん。くう。ともあれこれで残す敵は4両、重戦車さんたちは北西っぽいから、私たちは自走さん狩りにでも行っちゃおうか。了解だよお姉ちゃん。自走さんの居場所は、さっき撃たれた感じだときっと南西だもんね。うむ。それに相手は S51 さん、鈍速だから逃げたりはしてないだろうからね。そうだねお姉ちゃん。
崖上から広範囲を偵察&狙撃してみるね。うむ。ついでに軽戦車さんもいてくれると嬉しいんだけど、多分北西の重戦車さんたちに合流しちゃってるかな？何にせよ軽戦車さん探しは不毛だから、あれだけどね。よしよし、自走さんを発見だね。狙い撃つねお姉ちゃん。ナイス撃破大妹よ。ただ今の反撃は結構痛かったね。本当だねお姉ちゃん。危うくやられかけちゃったね。金網バリア効果も、怪しくなってくるね。あわう。この後は、味方さんが敵を倒して、無事に勝利になりました。やったね、お姉ちゃん。成績発表。よだめ1568、キル数2、アシスト1341、棒ダメ240。スコアは990でチーム内トップ、2バッジと1優等、パスクッチ勲章をゲットだね。今日のバトル、軽戦車さんのおかげもあって、サクサクっと東を突破できちゃったのが、何より大きかったよね。本当だねお姉ちゃん。東は戦力勝ちできてても、一歩目をなかなか踏み込めないことも多いもんね。だね。終始は、禁断オンリー運用だったけど、イベントなしでもギリギリ黒字だね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。